シティチルクラブ2月、木曜日のミュージックセレクターを担当しましたデグロです。4週間にわたって、お送りさせていただいたんですが、昨日最後の放送があったということで、どうでしょう、選曲してみて、選曲してみてどうでした。1週目2週目のお二人、僕ら一緒に一緒でしたね。そうね、僕らはね、選曲やっぱりプレイリストを作るの自分の頭の整理みたいにもなるし、うん、いいよね、なんかシュッとした気持ちになるっていう、うん、まずこんな曲選ばしてもらうことあんまないからね。そうだね、ラジオ2時間くらいだね。こういうお仕事欲しいですね。もっとやりたいですね。でもしかもみんななんとなくこう方向違くて思わなかったね。そうだね、確かに。おもちゃんなんてもう1週分できるっぽいし、何週でもできる。タチ君が結構かぶったかな、そうかな、うん、2人となんか 1,2 曲ちょいちょいかぶってきてたかな。かぶりたかったな俺。ごめん、なんかかぶってないよね俺多分。かぶってないとも、強いて言えばデブネバー被るかなと思って入れたけど被るなかった。俺もっと、俺めっちゃデブネバー好きだから、めっちゃもっとお抑えめの選曲だった、テンションが。4人の順番全部くっつけたらさ、くっつけても成立する順番ってあるから、4人のプレイリスト。ああ、クルちゃんがだいぶバンドじゃないの分かったでしょ。そうだね。バンドじゃないのか。なんか俺最初って感じすんな。俺、カッチ、シモナカ、トムジョンって感じ。並び的にはそれがいい。で、プレイリストで、特に思い出がある曲ある人。何やろ。ラジオでも喋ったけど、テンポレックスっていう人のナイスボーイズっていう曲は車のなんか運転の練習の時にめっちゃ聴いてたからなんか、ね、その時に流してたプレイリストにある曲はこう今聴いてもなんかこう高速にいる時の新鮮な気持ちみたいなちょっと想起されますね。そのプレイリストはどこまで聴けるんですかそれはちょっと心の中にしまってるシェアしてくれないんだいやしかもね俺ね Apple Music その時当時使っててで、Spotify に変えたんだよ、その後。あ、それでちょっと間違えて消しちゃったんだよね。ざっくりちゃったね。ざっくりとしか覚えてないんだじゃん。そうそうそう。どうですか、皆さん。もう選んだ中だったら一番パッと思い出すのは、エアリアル M かな。エアリアル M の AASS っていう曲が一番思い出なのかな。家でよく聴いてたし、うん、レコードも買ったし。あ、レコードも買った。持ってんだね、あんまり買わないけど。フィジカルあるってなんだかんだ違うの。思い出は全然違う。どうすか、どうすか。ツリーシスターは思い出っぽいけど、かなり。思い出っぽい。みんなの思い出っぽいでしょ、あの曲は。実際あったし、ね、うん。アメリカいるときライブみたいな感じだし。アメリカのね、LA のときの感じだね。俺はジョージだな。って時に思い出で、ね、マジでずっと聞いてたから、うん、思い出はすごいありますね。2022年明けて1ヶ月ですが、今年はどんな年にしたいですか、皆さん。それな、どんな年か。アルバム3枚出す年。ハードルが高いですね。作った方がいいな。作って出す年にしたい、ね。作って外に出る年にしたいけどね。そうね。外に出る。うん、作品も、まあ、全部。全部。ライブも作品も、うん。そうね。今年のもう終わりに逆にこのインタビュー振り返ってどこまで達成できてたか。いや楽しみでもあるけど、ね。そうだね。まあ、どうあれ曲は作れるからね、うん、制作のなんかアウトプットまでのペースは早めたいよ。うん、そうね。アイディア出しまでは結構やってたからね、うん、あれも。最後にメッセージや告知が
あるのか、俺たちに。まあ、見つめないですよね。見つめともだいぶだね。ニュースで言うと。まずは。3月でしたっけ、うん、何年ぶりだ、中国でツアー一緒に見つめと回ったのが。5年前とかじゃない、その前じゃないか。その前じゃないじゃない。え、でも17年じゃない。あ、じゃあ4年前です。5年前。5年じゃない。割とその、あのツアー楽しかったきっかけあるよ。今回見つめ、10回やろうっていうの。まあ、そんなライブがあるので、3月27日に東京で、4月4日に4月4日に名古屋で、4月5日に大阪、はいね、4月4日名古屋、4月5日大阪、ガーテビスガーデンホール、クワトロ、ビッグキャット。ライブ随時あの決まってくると思うので、あの興味ある方はぜひ SNS 等をチェックしていただけたら嬉しいです。一旦今告知できるので言うと、三つ目との3月4月のライブになっているので、ぜひあの予定合わせて遊びに来ていただけたらと思います。お願いします。シティチルクラブ、素敵な企画読んでいただいてありがとうございました。ありがとうございました。音楽選ぶの大好きなんで、また何かやれたらと思います。